岡県出身18歳村山優香です。福岡にとどまりたくないというか、福岡以外でも活躍していきたいなっていうのがあって、ここのグループだったらどんどん成長していける自分があるかなと思って受けたいなと思いました。もともと歌とかダンスとかが好きで、小学校って2年生ぐらいの時、誕生日かクリスマスの時になんかお家でアイドルみたいな感じのをしてたんですよ。そういうのとかをしていってて、歌って踊ることって楽しいなって、自分もそのステージに立つ側でこう見てくださってる皆さんを楽しませたいっていう立場になりたいなと思って、アイドルがどんどんこうしたいしたいしたいっていう感じになってきました。103番、オーディション自体は楽しくできたんですけど、なんかまだ実感がかないです。お家が福岡だからいろいろ変わるし、どうなるんだろうかなみたいな。どんな顔したらいいんですか。なんかまだ受かった実感がなくって、なんかだから、あ、これが本当にこうホームページとか SNS とかに載るのかっていうのをちょっと実感できたなっていうのがあります。次行きましょう。一発目じゃないですか。だからできるだけ可愛くできたらなっていうのを心がけて、ワクワクしながら来ました。こうすごいなと思って、普段見てる自分じゃないみたいで、すごくなんか新しい自分を見てるような気分で、なんかずっと見ていたくなりました。なんか普段の自分じゃないみたいで、すごく新鮮でした。な、何を書いてきたの？メモにして、自分が歌うところだけを歌詞をカットして、なんかその本人の方々がこう、あ、弾ませてたなとか書いて、なんか歌詞の強調する部分はどこかなみたいなのと、あ、自分で解釈してね、意味とかを、恥ずかしい、すごい書いたりしました。へー、今更どこに映る行くよ。お願いします。はい、私はこうアイドルとしてパフォーマンスとか一つ一つの顔の向きとか表現とかで、その見てくださってる方がこの表現すごい好きとか、すごくこう心に刺さるとか、歌い方も含め、なんだろう、私がアイドルをしているからこそ毎日頑張れるとか、私がこう例えばツイッターを動かしたら、ツイッ
タが毎日上がるから今日も頑張れるという、なんかこう誰かの生きる活力になれる、そんな人になりたいです。何か変わった特技というか披露できるものがあったらちょっと見せていただきたい。今できる何か、お怖い、何を言うの。タップダンスができる。おいいじゃん。タップダンスを披露できたのが印象に残ってます。あ、これだと思ってあ、すごい、やっぱステージ出た時とかは一発勝負じゃないですか。だからなんか後で後悔するような行動はしたくないなって思います。なんかそのつけてくださった名前の由来の通りに、こう皆さんに幸せとかを与えられるような、なんか活動というか存在で頑張っていきたいなって思いました。神奈川県出身、16歳の山田桃香です。もともとアイドルはあんまり見ない方だったんですけど、イコラブさんとノイミーさんを知ってから、なんか音楽とか聴くだけでも元気が出るし、なんかライブとかそういうのも見て、でも裏ではドキュメンタリーとかでなんかすごい努力されてるのを見て、なんかあ、かっこいいなと思って。自分の性格で好きなところは物事をはっきり言うところと、あとはリーダー性っていうか、周りをまとめる力があるっていうのはよく友達とかに言っていただくことはあります。48番。まさか自分がなんか選ばれると思ってなかったんで、信じられなすぎてもうずっと驚いてました。みんなで一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。変化は、え、撮ろっか、なんか撮るよ。え、ほんと自撮りが終わったら撮る。みんな高1だよね。高1、え、何歳だっけ。高1。あ、高1、あ、そうか、そうか。みんなって言ってたから。前髪大丈夫ですか。大丈夫です。なんかオーディション合格してから本当に受かったのかって心配になってたんですけど、あの今日やっとなんか受かったんだなっていう実感が湧いて湧きました。毎日足の筋トレをしてます。あのマッサージとかと腹筋とかやってます。ありがとうございます。長い時間かけて可愛くしてもらえて嬉しかったです。おはようございます。おはようございます。くまってで、みんな鏡を見たときでさ、どこに大変だ。じゃあしばらく通う。通う。そうね、あのおでこにちょっとついてる。今までは結構あんまりちゃんとできてなかったなっていうのがちゃんと分かったので、ちょっと今日教えていただいたことを意識してやりたいと思いました。あ、いいんじゃない。いいかも。え、かわいい。ありがとう。いい、ありがとう。すごいなんかめっちゃ固まってた。慣れてます、なんか。いや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 、表情の作り方がもうプロです。大人数で一緒にいる時とかは結構まとめたりとか、そういうタイプの人だっていうのを言われるんですけど、このグループに入ってからはなんかそういう人がたくさんいて、どの立ち位置に行けばいいかも分からなくて
もともとはそういう盛り上げるとか結構話すタイプでした。仮で切った後で切れるか。はい。みんな大丈夫ですか？はい、はい、はい、そしたら楽屋戻ります。はい。神奈川県出身、神奈川県出身、17歳、高橋です。神奈川県出身、山田桃香16歳です。グループに必要な存在になれるように頑張りたいです。よろしくお願いします。たくさんの人から愛されて、誰かの記憶に残り続けるような、私の記憶に残ってるよ。かっこいい。私の記憶にも。なんだこれ。本当にやばい。なんか自分をなんか作るっていうのはアイドルだからそのキャラを作るとかはあんまりしたくなくて、なんか自分今のままの自分を好きになってもらえるように頑張りたいです。ちらっと見ちゃうかも。まあ忘れちゃっても、うん、まあなんとかなると思う。可愛いし、あ、大丈夫。私結構思ったこと結構言っちゃう性格なんですけど、グループみんながいろんな場所で活躍して、そのいろんなところからファンの人、新しいファンの人を引っ張ってこれるような、そういうグループにしていきたいなっていう。神奈川県出身、16歳、山田桃香です。グループとしてはもちろん、個人でもいろいろなジャンルのお仕事をしてグループに貢献できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。私が先陣切ってじゃないけど、なんかいろんな方面で活躍して入り口みたいな感じになれたらいいなっていうふうに思ってます。出身、15歳、山名アリスです。辛いことの方が多いと思うんですけど、それも頑張って楽しいことは楽しみたいと思います。中学生ぐらいからアイドルに興味を持ったので、最近ですね。歯出して笑うの苦手。ちょっと頑張ってこれから慣れていくので、一回ラハハハハあはははは、そうです、そうです。オッケー、ありがとう。オッケー。ありがとうございます。自分の今道具を出してもらったな。どうせゲーム、何人も取っちゃってもらっていいかな。両手に花だ。自然光があると綺麗に撮れるかも。あれ？え、みんなで撮る？見られるのがちょっと苦手で、振ってくれたりしたら誰かが話すことはできるんですけど、自分から
自分から喋らなくないけないくなる時が来るので慣れていけたらいいなと思ってます。3、2、1。横でも撮っていいですか。いきます。3、2、1。かわいいし喋りやすいです。最高です。素晴らしいです。お、素晴らしいです。じゃあ最後にあれだ、みんな自分の名前だけ一人ずつ言ってみてもらおうかな。誰誰です、よろしくお願いしますだけ言ってもらっていいですか。山野アリスです、よろしくお願いします。じゃあ皆さんこのメンバーでやっていきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。これです。選んでくれたのでありがたいと思ってます。もう一人です。時間ももう一人だし。もうそろそろ出発するので大丈夫かな。まあ忘れちゃっても、うん、まあなんとかなると思う。可愛いし、あ、大丈夫。助けてもらってばっかりなのでみんなからどう思われてるんだろうという不安ですかね。楽しいです、めっちゃ楽しいんですけど、みんながどう思ってるのか分かんなくて、私のこととか。でも頑張ります。本当に自分がもうニアリーイコールジョイになったんだなって改めて思いました。緊張してたんですけど、グループのみんなが大丈夫だよとかいろいろ言ってくださったので、緊張が少し和らぎました。大阪府出身15歳山野アリスです。自分と同じような自信が持てない人に前へ進むための勇気を与えられるような存在になりたいと思っています。よろしくお願いします。ファンの皆さんに応援してもらえるようにこれからいろいろ努力していけたらいいなと思ってます。合宿とかでダイヤダンスの指導をしてもらえるので、自分がダメなところとかいろいろまだまだあると思うので、気づいてこれから直していけばいいなと思ってます。高いなと思って1時間半後に私たち寄ってんねんで寮行って、萎縮しないでほしいって、ね、みんなね肩で内に入ってくる。誰も理解してるとは思えない。すごい悔しくて今まで目の前に気持ちが届くようにあるのでよろしくお願いします。はい、ダンス苦手なんです、歌苦手なんです。すごい本当に見るの、そういう苦手って簡単に言っちゃう人、苦手かどうかはこっちが決める。ステージで立ってる姿を見てほしい、見てほしい時は自分から見るの、ね。